ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。友達とアパートに戻ってきたところからスタートですね。よし、ちょっと待って、上司に電話して、私が休むことを伝えなきゃ。うまくいけば、上司は私を怒鳴らない。はは、そうだな。もしよければ、代わりに俺が電話してもいいか。君が不安なら、俺がやる。どうしよう。解雇されるかもしれないし、友達は嘲笑し、腕を組む。もし会社で君が働いている莫大な時間のうち1日休んだぐらいで君を解雇するなら、そいつらはバカだ。君は最近とても一生懸命に働いてる。これならどうだ？病気か何かのせいで今日はいけないことを伝えるっていうのは？君はすでに午前休みを取ったから、丸1日休みを取ってリラックスすることもできる。友達に任せるか自分でできるだね。チャンスかもしれません。上司とどんな会話をするのか見れるかも。友達に任せるを選びましょう。じゃあ、好きにして、本当に、あなたがそうしたいのなら。彼は微笑み、すぐに携帯電話を取り出した。わかりました、ボス。さあ、着替えて着替えて。彼は私を部屋に案内して、ドアをカチッと閉めた。ドアの後ろから彼に笑顔を送る。あの変人は私の人生を立ち往生させた。母がくれた古いタンスに向かった。木製の扉がきしむように開く。突然、背筋に震えが走るのを感じる。どうして私はとても緊張してるの？部屋の中を見回して私を不安にさせる何かを探した。友人の声が壁にこもって聞こえてくる。反対側にある私の友達であるぬいぐるみを見つめる。どういうわけか。彼らは私の魂を見つめているように感じる。着替える前に向きを変えるべきかしら？上司との会話は聞けなかったか。残念ですが、そうも言ってられないみたいですね。やっぱりこの部屋もおかしいんだね。向きを変えるか、いや、大丈夫かですか。友達が覗いてるとか？どのような現象かわかりませんが、一応向きを変えるを選びましょうか。私は棚に近づき、ゆっくりとぬいぐるみの向きを変えた。ぬいぐるみが裸の人を見る必要はない。家に帰ったら元に戻そう。さあ、着替えよう。何を着ようかしら？普段着か可愛い服かだね。まあ、外出するわけですから、可愛い服を選びましょうか。それはそうよね。私たちは外出するんだもの。素敵に見えた方がいい。最高の服を着て、出かけよう。よう、準備はでき。って。友達は、アイコンタクトを避けるために部屋を見回した。あなたは大丈夫？私は彼の肩にそっと手を伸ばす。おう、準備できてる、母。行こう行こう。そして私は再びドアの外に案内された。友達が私を車に乗せ、目を閉じておくように注意した。私はため息をつき、彼の指示に従った。あの場所を紹介できることが楽しみだ。俺は時々そこに行って、いつも君を連れて行くことを考えてた。さて、どんなところか楽しみね。君が猫好きであることを願ってるよ。は？友達が駐車場と思われる場所に到着した。鍵を使い、ドアが開かれる音がした。彼は私の目を開かせた。明るく照らされた店内を見回すと、猫がやってきて私の足にすり寄ってきた。友達は地面を見つめ、その場でそわそわしてる。たまにゆっくりしたい時はここに来るんだ。私は笑った。これは可愛いサプライズね。友達、ありがとう。店員はどこ？ああ、俺たちだけだよ。それは許されるの？これは不法侵入ではないのだろうか。友達はクスクス笑い、温かく私を見た。所有者と知り合いでね、俺の祖父母と親しい友達だから、彼は俺を信頼してる。裕福な家庭出身の特権ね。俺はちょうど君と、少しリラックスしたかったんだ。苦手だったら言ってくれ。別の場所に行くこともできる。どこか他の場所に行くかここでいいだね。友達は裕福な家庭出身なんですね。そういう設定なのかな？しかし、優しくてお金持ちで自分を愛してくれるというのは理想的な友達というより、理想的な恋人ではないでしょうか？そうだよね。なんで友達なんて名前なんだろう？彼の呼び名に関しても謎が多いですが、とりあえずここでEを選びましょう。いやいや、ここはとても素敵よ。友達、ありがとう。彼は目に見えてリラックスした。座って座って。彼はミニテーブルの一つを身振りで示した。紹介させてくれ。友達が猫を一匹ずつ紹介してくれた。たくさんいすぎて、全部の名前を覚えるなんて無理ね。
みんな可愛いけど。私はここの猫のために死ねるわ。友達は私に小さく笑った。申し訳ないけど、俺は君にそうはさせない。俺には君が必要だ。俺を困らせるつもりかい？笑って彼の肩を押す前に、私は猫たちを見た。なあ？私は猫たちから注意をそらし、彼を見た。どうしたの？俺は、君に言わなきゃならないことがある。俺が訪ねてきた理由はそれなんだ。私は彼が続きを言うのを待った。友達は神経を落ち着かせるかのように、深呼吸をした。俺は、君が好きだ。ああ、私もよ。彼は小さく神経質な笑い声を上げた。違う。そういう意味じゃない、バカだな。俺は君を、愛してるんだ。俺は君を愛してた。本当に長い間、俺は君と一緒にいたいんだ。そう？おう？彼は恥ずかしそうに首の後ろをさする。私はなんて言うべきだろう？私はあなたを愛してないわと私もあなたを愛してるか。もしかして、この選択肢でルートが分岐するのでは？それと、もしかしたら友達の呼び名が変わるかも。関係性が変わるからですか。試してみようか。友達。ああ、次は私が慌てる番ね。俺が言ったように、君は同じように感じなくても大丈夫だ。友達。いやいやちゃんとわかってる。つまり、突拍子のないこと。友達。私もあなたが好き。それを愛と呼ぶのか、それとも別の呼び方があるのかわからないけど。私はあなたにいくつかの感情を持ってる。そうか。本当にそうなのか？うん、あなたはバカね。それに、あなたが私を好きなのはもう知ってた。え？どうやって？私は彼の頭の周りで踊っている小さなハートを指さした。え？彼は頭上を一別し、私たちは二人とも笑った。ここから出ようか？私はうなずき、彼の手を私の手で包んだ。私たちはアパートに戻り、途中でたくさんのスナックを買った。主人公もあのハートが見えていたんですね。やっぱり主人公もおかしいよ。何もかもがおかしいこの世界は一体何なのでしょうね。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。